さあ、次にですね、訪れた先というのは、実はですね、パンダスタジオととてもコンセプトが似ているスタジオに行ってきました。ストリーミング TV というスタジオなんですね。ハリウッド の, ロフトスタジオというところになるんですけれども、ストリーミングといってやっぱりそのインターネットの番組ということになるんですけれども、ここはゲーム会社などとタイアップをしてですね、パーティーを含めた新しい新作のソフトを紹介したりというようなことをこう、やってるわけですね。でここはですね、本当にパンダスタジオとよく似てるなと思うのは、カメラをですね7台扱うんですが、例えばそういうものを1人のカメラマンで扱えるようなセットアップにしています。ここもトライキャスターが大活躍しています。で、トライキャスターのオペレーター、カメラマン、そしてジブがあって、クレーン操作をこうする人が1人というような組み合わせで3人のチームでもって7台のカメラをこう操る、そういうような今日はここです。さよなら。